ファーストレフリー福岡よしてる香川県。セカンドレフリー今泉貴之茨城県。オフィシャルスタッフは伊予農業高等学校松山商業高等学校バレーボール部の皆さんです。大きな拍手をお送りください。それでは選手をご紹介。さあグッスイン。さあまだまだ両チームがっぷり四つで1点ずつ。さあまだまだ探り合いといった両チーム。これは強烈。さすがに浦田選手、このパンチ力。最初ジャンプのオリビア・デシバ選手、素晴らしいコースにショットを放つ。さあこれは来る。エースエースサンサンエースエース。ここはアウトです。アウト。さあこれ両チームの合計得点7点でコートスイッチ。これはどうでしょう。足の長いスパイクでしたがアウトです。さあよく見てブロックに飛びました。連続得点7対2。